どうもこんにちは、フェリシティです。パターンソフトのパズルゲーム夜明けの思い出プラス日めくりを2023年は毎日プレイしています。2023年12月10日1月1日に開始してから334日目ですね。あと21日、うん、そうですね、やりましょう。なんだかんだと収録時間こんな時間になってしまいました。まあ見本見てないや。黒い水着、まあ毎年、まあウィンタースポーツのシーズンになると、まあ何回か話してますけど、スキーの女子ジャンプを楽しみに見てたんですよね。まあところが、NHK の BS が、一つ、なくなっちゃって、プレミアムがなくなっちゃって、統合されて一つになっちゃったんですよね。そのせいで、放送が全然なくて、なくなっちゃって、開幕戦は放送してたんですけど、津波のニュースで途中で終わっちゃったし、まあ前だったら次の日の夜、朝9時とか翌週の月曜火曜とかに再放送してたんですけどね、それすらもなくなっちゃって、本当に見ることでさえなんか難しくなった気がします。まあだいたい2つあった放送局を1つにまとめちゃうね見られるものも少なくなっちゃいますよ。まあ、BS プレミアムの分は BS4K 見られるんでそれはいいんですけども、 BS1 でやってたものがかなり影響を受けちゃってる感じしますね。今までだったらオリンピックシーズンとかはもうほとんど一日中競技とか見られてたんですけど、これからはなんかそれも望めそうもない感じしますしね。まあ 4K の方でやるのかな。まあただでさえ BS 民放がやる気ないのに、ちゃんととやってるとこ削られるのは痛いですよ。せめて再放送だけでもなんとかしてほしい感じしますけどね。あとね、一つでいいんだけど、チャンネルは一つでいいんだけど、サブチャンネルを使っても両方とも HD にするぐらいの感じなら良かったんですけどね。チャンネルが多いって言って人を騙すこともできたし、本当にもうなんとかしてほしいですね。来年の3月までは今までの BS プレミアムのチャンネル放送が終了したことを知らせるだけに放送してるんですけども、終わりましたっていうか、あれがもったいないですよね。せめて停波までの間には有効に使ってほしいもんですけど。それじゃあ今日の話じゃないな、右画面の方の紹介いきます。本日紹介するのはトミカの三菱パジェロヤクルトスワローズバージョンです。つば九郎でさえないマスコット、ボディのサイドにヤクルトスワローズの文字が入ってます。この
グリルとタイヤは塗ってます。ああ、ウインカーも塗ってますね。まあ、当時、あの12球団全部のモチーフにしたトミカが一斉に出たはずなんですけども、その中で、なぜかパジェロ。で、このカラーも、このカラーはユニフォームにも球団旗にも使ってない色なんですよね。なぜこの色って感じで、謎でした。昔から気に入ってはいますけどね。今はその球団が独自にトミカ出してるものもいくつかありますけど、また12球団一斉にトミカ発売してほしいですね。もうプロ野球チーム MLB 何でもありだと思いますよ。下手なものよりも確実にファンが買ってくれると思うし、買いたいです。本日紹介したのはトミカの三菱パジェロヤクルトスワローズバージョンでした。はい、結構時間かかっちゃったな。はい、しょうがない。また明日ね。クールファン、クールファン、クールファン。ハードと新作ソフトでクールパッドプレゼント。セガサターン。あれですかね、MLB の中継来年始まったらどうなっちゃうんでしょうね。もうキツキツで、今は1時から映画やってますけども、あの大谷君ドジャースに移ったんで、まあ今までと変わんないですけども、西海岸なんで、あの試合やってたら必ず1時までの時間を超えちゃうことも多いと思うんですけども、映画を潰すんですかね。映画の前に試合終了なのかな、あの放送終了なのかな。画質の悪いサブチャンネルなのかな、どうなんでしょう。本当にも残念だなと思いますね。 BS 一つになっちゃったの。それではまた明日お送りします。ありがとうございました。